バックネット裏からの眺望いわきグリーンスタジアムは福島県いわき市の21世紀の森公園内にある野球場。施設はいわき市が所有しいわき市公園緑地観高校舎が指定管理者として運営管理を行っている。1995年4月いわき市が整備した21世紀の森公園内に会場。内野スタンドの外観は 千葉マリンスタジアムを参考にしたと言われる。会場以来高校野球、大学野球など、アマチュア野球公式戦が行われている。また、プロ野球公式戦は、年1から2試合程度開催。例年東京ヤクルトスワローズ、東北楽天ゴールデンイーグルスの主催で、同県福島市の福島県営アズマ球場もしくは、 茨城県ひたちなか市のひたちなか市民球場とのに連戦が組まれている。2010年2014年にも読売ジャイアンツ主催試合が組まれているが、同じくこの日程である。2007年春には、施設を一部改修、スコアボードを高機度放電管方式からフルカラー LED 方式とした、審判表示部と選手名表示部を使用して、 フルカラーによるメッセージ表示が可能となり、イニングスコア部のチーム名表示部でチームロゴ等の表示ができるようになった。また、試合結果表示部を使用して、急速表示が行えるようになっているほか、ネット裏のサブスコアボードもカラー化されている。2013年7月22日、日本野球機構が東北地方太平洋沖地震復興支援事業の一環として、 オールスターゲーム第3戦を投球場にて開催した。2015年は、この年より、ベースボールチャレンジリーグに加入した、福島ホープスが試合を開催し、公式戦では、最多となる8試合を実施した。2016年は予定された1試合が、降雨のゲームとなり、代替試合を別の球場で行ったため、開催実績はなかった。2017年以降も開催されていない。 ありがとうございます。